こんにちは。2人なんですけど、これでいいですか？はい。うん。失礼します。はい。これでしょ。こういう場午前っていうのがいて。うん。それでもいいよ。一個セット、一個湯葉の含め煮、一個湯葉のお刺身、いろいろあるんじゃないの。湯葉そば。まあせっかくだからこれだよ。ペンザルそば。これに湯葉そば。湯葉そばがいいじゃん。湯葉が入ってもね、うん、それすいません、はい、じゃあ日光湯葉御膳一つと、はい、あと湯葉そば一つお願いします。テレビでやったんですか？日光ちょうど昨日帰れもんじゃでやったんですよ。あ、そうなんだ。年上とか行ってらっしゃったんですか？いや、全然これから。じゃあ、テレビでやったところが、家光公のお墓の太陽院っていうところがあるんですよね。そちらで、まあ、金の浜屋が素晴らしいっていう理由っていうの、うん、この浜屋なんですけど、それなんかの紹介してたもんだから、おもしあれだったら。あ、そうなんだ。行かれたら行かないから。ありがとうございます。まだね、ちょうど行ってなければ間に合いますからね。あ、そうなんだ。全然知らなかった。家光公のお墓があるところなんですけど、このレコードは趣味なんですか？あのね、以前喫茶店が出た時にお付き合いしてた直のレコード屋さんがあったんですよ。それで、そこちょっと座席だったんだけど、もう2人でやってるのにちょっときついんで、ちょっと塞ぐんで、お貸しして。お決まりですか？ちょっといただいて。はい。はい、失礼します。どちらでしょうか。はい、暑いですからお気をつけください。自分で何人を頼んだか忘れちゃった。早いね。湯葉そばだった。暑いから少し食べる前にこれゲットから口でも。ご膳お待たせいたしました。はい、失礼します。はい、いろいろあっていいじゃん。湯葉の刺身、これ、ね、暑いですね。なんかね、ムシムシしてきちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですよ。じゃあ、いただきます。
な感じで、なんか、そう、なんかね、なんか、うん。お持ちください、どうぞ。あ、忘れない。ね、ただ街の方とかタクシーの運転手さんたちがご紹介してくれるんで、まあ、助かります。そうでしょう、うん、大通りからちょっと外れちゃうと、帰ってでも静かに渡るのが静かに、いいわ、いいとこだな。ありがとうございます。私もこっちは来ないですからね、なんとも言うんですか、やっぱり大通りね、あの賑やかな方行ってね、みんな押されるように行ってます。もしお時間あったら、太陽にお出かけになってください。はい、どうもごちそうさまでした。はい、お忘れ物ないようにお気をつけて。はい、じゃあ。お帰りください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。Thank you.